幼年時、私はその一つの象徴のような情景に突き当たる。その情景は今の私には幼年時そのものと思われる。それを見たとき、幼年時代が私から立ち去って行こうとする決別の手を私は感じた。私の内的な時間がことごとく私の内側から立ち上り、この一枚の絵の前でせき止められ、絵の中の人物と動きと音とを正確に模倣し、その模写が完成すると同時に、原画だった光景は時の中へ溶け去り、私に残されるものとては唯一の模写、いわばまた私の幼年時の正確な剥製に過ぎぬだろうことを私は予感した。誰の幼年時にもこのような事件は一つあって用意されているはずだ。ただそれが得てして事件とも言えぬようなささやかな形を取りがちなので、気遣えないで過ぎてしまう方が多いだけだ。その光景はこうだった。ある時、夏祭りの一団が私の家の門からなだれ込んだのである。祖母は仕事衆を手なずけていて、足の悪い自分のために、また孫の私のために、町内の祭りの行列が門前の道を通るように測ってもらった。本来ここは祭りの道順ではなかったが、仕事師の頭の手配で行列は毎年多少のうろをあえてしながら私の家の前を通るのが習わしになった。私は家の者たちと門の前に立っていた。唐草模様の鉄門は左右に開け放たれ、前の石畳には清らかに水が打たれていた。太鼓の音が淀みがちに近づいていた。次第に歌詞も粒立って聞こえてくる気合の主張が、無秩序な祭りのざわめきを貫いて、この見かけの変わらず騒ぎの誠の次第とも言うべきものを告げ知らすのだった。それは人間と永遠との極めて卑俗な後悔、ある敬虔な乱人によってしか成就されない後悔の悲しみを訴えているように思われた。溶けがたくもつれ合った音の集団は、いつしか前駆の尺状の金属音、太鼓のよどんだとどろき、みこしの担ぎ手の雑多な掛け声などに分かち聞かれた。私の胸は、その頃から激しい期待は喜びというよりもむしろ苦しみだったが、ほとんど立っていられないほど息苦しく高鳴った。尺状を持った神官は狐の面をかぶっていた。この神秘な獣の金色の目が私をじっと見するように見つめて過ぎると、いつか私は傍らの歌人の裾に捕まって、目前の行列が私に与える恐怖に近い喜びから折りあらば逃げ出そうと構えている自分を感じた。私の人生に立ち向かう態度はこの頃からこうだった。甘えに待たれたもの、甘えに事前の空想で就職され過ぎたものからは、とどのつまりは逃げ出す他に手がないのだった。やがて次長が担いだ、しめ縄を張った賽銭箱が通り過ぎ、子供の神輿が軽重に跳ね回りながら行き過ぎると、黒と黄金の荘厳な大神輿が近づいた。それはすでに遠くから頂の金の鳳凰が彼方こなたに漂う波間の鳥のようにどよめきにつれてまばゆく揺れ動く様を見ることで、一種きらびやかな不安を私たちに与えていた。その神輿の周りにだけは熱帯の空気のような毒々しい無風状態がひしめいていた。それは悪意のある怠惰で、若者たちの裸の肩の上に熱っぽく揺られているように見えた。紅白の太縄は黒縫いに黄金の欄干、その菱と閉ざされた金泥の扉の内には真っ暗な
四尺平方の闇があって、雲一つない初夏の昼日中に、この絶えず上下左右に揺られ跳躍している真四角な空っぽな夜が公然と君臨しているのだった。神輿は私たちの眼前に来た。揃いの浴衣もあらかた肌を晒している若衆たちが、神輿自身が酔いしれているような動きで練りに練った。彼らの足はもつれ、彼らの目は地上のものを見ているとも思えなかった。大きな内輪を持った若者がひときわ高い叫びで一軍の周囲を駆け巡りながら消しかけていた。神輿は溶け合ってぐらぐらとかしいだ。するとまた苦労しい掛け声がそれを立て直した。この時何らかの力の働こうとする意志が、一見今まで通りに練り回していると見えるこの一段から、私の家の大人たちに直感されたものかどうか、突然私が捕まっていた大人の手で後ろの方へ押しやられた。危ない!と誰かが叫んだ。それから後は何のことやらわからなかった。私は手を控えて前庭をかけて逃げた。そして内玄関から家の中へ飛び込んだ。私は誰やらと2階へ駆け上った。露台へ出て今しも前庭へなだれ込んでくるあの黒い神輿の一段を息を凝らしてみた。何の力が彼らをこのような衝動に駆ったのか、後々までも私は考えた。それはわからない。あの数十人の若者が何にせよ計画的に私の門内になだれ込もうと考えたりすることがどうしてできよう。植え込みが小気味よく踏みにじられた。本当のお祭りだった。私に明かり尽くしていた前庭が別世界に変わったのであった。神輿はくまなくそこを練り回され、棺木はメリメリと裂けて踏まれた。何が起こっていいのかさえ私にはわきまえがたかった。音が中和されあって、まるでそこには凍結した沈黙と意味のない轟音とが変わる変わる訪れてきているように思われた。色もそのように金や明けや紫や緑や木や紺や白が躍動して湧き立ち、ある時は金が、ある時は明けがそこ全体を支配している一色のように思われた。が、一つ鮮やかなものが私を驚かせ、切なくさせ、私の心をゆえ知らぬ苦しみをもって満たした。それは、神輿の担ぎ手たちの世にも見だがな、あからさまな陶酔の表情だった。